防災減災豆知識、避難所でのストレスケアの方法。避難所での生活は普段と違う共同生活になるため、強いストレスを感じる可能性があります。そこで今回はストレスの緩和に役立つグッズの豆知識です。周囲の目を遮ることでプライベートな空間を確保できる段ボール間仕切りを作ります。用意するものは段ボールとカッター。まず段ボールを板状にして三角形にしたときにバランスが良くなるように切ります。同じ大きさのものをいくつか用意しましょう。次に土台部分を組みます。切った段ボールを立体の三角形にして頂点部分を固定します。最後は段ボールを板状にして模造紙を貼り、そのまま差し込めば完成です。模造紙にお子さんが絵などを描けば、ストレスケアのさらなる効果も期待できます。段ボールの間仕切りでストレスケア。